嗨，各位大家好，今天我们要玩的是《Xenoblade 3》异度神剑三代。那这个游戏基本上已经是系列的第四代，然后前代是在讲那个嘛，就是神剑与巨神兵还有巨神兽的一些感情纠葛。那三代也是等了很久了啦。那主要这一代好像加入了一些什么合体的要素，然后以及加入一二代的角色吗？加入他们的要素。那《异度神剑》这个系列基本上就是以它广阔的探索范围为名的著名的 RPG 哦，是由 Moonlith 跟那个我们的任天堂所开发的。那我们话不多说了，很期待这款，马上开始哦！最近才破完二代，啊，开始喽，Go！女王殿下。おい、遅えぞ。本気で走れって。待ってよ。花火大会、本当にやるって？怎么想要用火的？昨日運び込んでるの見た。すっごい量だったから、見応えあるよ、きっと。嘣！哎呀，开枪啦哦！亚人，哎呦，主角，小时候就帅成这样。这一代主角设定好像比前一代还要长个几岁吧？其实实际上我也不记得。哦，世界停止了。何が起こった？发生什么大事啊？时钟在动，时钟的声响，看到地球啦！出大事了！一脸惊讶，一脸惊讶。地球毁灭，巨神兽！我靠，这是什么怪兽啊？什么的？马上就到现代了，战争开始了。这一代就是也是一个战乱啊，跟那个二代 DLC 很像。特别是阿格尼斯，感觉是前两代的国家。耶，战斗，夺取别人的性命。好惨呐！互いに命を削り合い、削った命は自らの命へと変わる。别人的生命就是我的生命。这一代是一个更残酷的世界。
不单纯是人类自己要搞事，是被强迫的，时代所迫。我靠，变黑色的，整个烂掉了。主角们肯定也杀过很多人。何をやっているか。兵ごと爆散させてしまっては命が取れないではないか。角座だ、足元を狙え。了解。足元を狙います。哎呀！好啦，一颗一颗药。世界的名字叫艾欧尼奥。主角出现了，黑衣服联盟。哎呦，换出武器。这一代能力就跟上一代不一样。俺に構わな、ノア。まだ終わっちゃいねえ。だけど、二人ともくっちゃべってる暇ねえぞ。ああ、増援のお出ました。はい、開打。好哟，安格努斯攻击者。啊，我怎么打？自动攻击，靠近敌人自动开始攻击。然后在敌人旁边会自动攻击，画面右下会显示攻击的意思，右下被我挡住了。什么？哪一个人啊？哎，这一代好像没有在玩收刀的，取消攻击，看不出来有取消攻击。那总会会影响那个，影响你攻击。小知识。哎呦，哎呦，有导引呢。拔刀，锁定敌人后按 A 拔刀，靠近敌人会自动锁定。哎呦，自动锁定。哎，哎 ，miss， 哎，死亡，啊，又出来了，战绩 ，X Y B， 还出现了，哎呦，哇哇哇哇！哎、欸，这带真的很帅哎！一个范围，一个侧面，一个背面。哎、欸，还会显示那个画面上还会显示你在他的哪里。往上是正面，你看那个箭头。背面。哎呀，特效！哎，有些能量条会自己回，死了。
脇から疲れた。ランス、前衛が崩れる。トリシチームか。ユニ、カイツンとかどうなってる？援護してるはずだろう。重砲隊を守るのに精一杯で動けねえみたいだ。今動けるのはあたしらだけ。那个军队这么少人，好多机兵哦，基层兵嘛。次は本隊だ。けどここはどうする？你留下来。俺たちだけで支えられる。行け、ノア。哦，这些小兵看起来就是挂掉啊，可怜了。好，交给你们去送了。我们去干大事哦。哎呀，出来了，大只的雷欧尼斯。哇靠，打大只的啦！我们的全体两等打那个大只，天赋战技比战技威力更强大。哎呦，这一代有天赋了。哦，晕眩，战斗类别能量，好符合自己的类别。达成战绩的站位指示就会发光，就会累积。取消攻击，我刚刚就有在用。太大只，侧面攻击，倒地，伊玛达，好啦，求了伊，求了伊，哎呀，晕眩，背面。去！啊啊啊！给啊！不要！哇，死的死，伤的伤，这就是战争啊，残酷啊！请现实的大家不要战争。哎，为什么没有能量？没有能量了。Oh my god！ 掉啦！赢啦！我们赢啦！主角不开心。哇！我们手握着生命。好，这个是小梅。其实我没玩过一代，哈哈，所以我是尼亚派的，哈哈。哎呦，
这是人造出一个人来了。俺たちは皆この姿で生まれる。兵士としてアグヌスを殺す兵器として。这是假的，每个人都是造出来的吗？俺たちは戦うために。被是战争所制造出来的战斗兵器。よくわかった。ノアのくせに。为什么就你的剑是那把剑？你太超过了，你就拿神剑。Thank you, Lance。礼なら後だ。奴ら、お前が狙いみてえだぞ。アタッカーさえ潰せばってんだろ。そう簡単に行くかっての。たく、フープの野郎。ノア並みにすばしっこいね。ユウに地味にうぜえな。カイツ、範囲アテ。了解。范围战技，辅助来了 ，support 出来喽。哎呀，不是辅助是法师啊。哎呀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 ！尤尼，尤尼，カイツもいたんだったな。油断したぜ。尤尼不要再骷髅了，骷髅就背起来就好了。快别啊！快跑，尤尼！啊，他都帮你补血了，你不是坏人。哎，寂しいや。ユニ、ありがてえ、感謝するぜ、ヨラン。ヨラン。哎呀，嫉妒。荷物が。おい、作戦を変えるぜ。海瀬、撃てる限りアーツを撃ちまくれ。狙いは？どこだっていい。え？乱打一通。気を引きらそれでいい。俺たちの狙いはあの大荷物だ。ヨラン。そうなすれ。成績最下位だろ。なんだまた。だがあの回復能力は本物だ。回復能力。なるほど。教本通りに行くってわけ。主角居然是吊车尾，怎么可能？一定是身体里有尾兽啊，对不对？不然就是等一下会吃橡胶果实。先打腐尸啊！考えいいな、ランス。ランス。だが、どこまで耐えられる？ほれ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 ！兰兹也太强了吧！主角感觉真的笨笨的。法师。
間が省けたぜ。哇，腐蚀去送头，所以输了。が出しゃばりさえしなけりゃ耐えられたの相手の攻撃な人家扛超久了。ヨランの判断は正しいよ。あそこでヨランが力を使わなきゃお前が真っ先にやられてた。だからってわざわざやられに行く必要ねえだろ。ヨランはお前を守りたかったんだ。ゲッセルたちを引きつけて反撃のきっかけも作ってくれた。那、啊、你们也没赢呐、啊。できなかったのは俺たちだ。けどな。もういい。喧嘩はやめて。僕のせいだ。僕がもっとしっかりしてれば負けなかったんだ。前面的剧情没出现呢，还是我看错。せっかく決勝戦まで行ってたのに、ごめん。今日は大事な日だったのに。本当、ごめん。大事な日って？誕生日。誕生日？お前んだよ。今日から二期目だろ。忘れんな。お。二期。所以他们现在才两岁是吗？二期入ってたもんな、ラッツ。うっせえ。なあ、ああ、ちゃんと謝っとけよ。気が向いたらな。俺たちの寿命は10年。生まれてから一期二期と呼んで、最後は10期。感好可怕。10年間。好可怕的事情。俺たちは戦い続ける。正確には10年も戦い続けられるものは少ない。他因为已经死掉了。迎える前に戦場で命を落とす。無事に寿命を迎えることができた者には都是超强的。ある名誉が与えられる。それが成人の木だ。洛鹏族。おはよう、ヨラン。ノア、おはよう。ランツも。おはよう。哼，哼，干什么？人家害羞啊。成人の儀見逃しちまうぜ。谁啊？谁有成人仪式这么强？ここでは初めてなんだって。ああ、すっげえよ。是这一个人吗？看起来很猛哎、欸！すっげえ！女王様までお出ましかよ！あれが私たちの女王様。僕初めて見る。为什么要戴面具啊？赶快，赶快拆掉他面具啊！衣服倒是挺好看的、欸、他看起来真的比较年纪比较大一点。好像是会吸收他神明对不对？十岁就把它吸掉了。哇！
献给伟大的主。你剩粉啦。すげえ。話には聞いていたけどすげえよ。俺もいつかああなりたい。絶対なってみせる。お前らもな。絶対迎えようぜ。当然だろ。ノアもな。那我感觉很像什么食粮人类还是什么献给献食物给我们的伟大的天人。女王から生まれた命はやがて女王へと帰っていく。没有吧，只是最强的人才会吧。那些死在地上的人怎么不可能去把它变成粉。そうすることが当たり前だった。这是一个不明宗教啊，不要这样啊。是啊，那些吹笛子的看起来就超过十岁啦。啊，变你在吹。主角现在几岁啊？主角也是算强的。哦，真的耶，在地上的也会被变成粉。靠北碾过去。这个演出实在。死掉了就战场就是这样嘛，人类像垃圾一样，人間はゴミのような，好可怜。不自远也。哎呦，找到地点可以获得 EXP。さ、コロニーナインへ戻ろうぜ。哎呦，地图有迷雾哎，好大的迷雾。哦，矿石是直接在原野上的。靠，43等。啊，一度是。异度的那个鹈鹕卫之一，地上有，路上随时都有一些神经病等级。送行者，好，送行能加升羁绊。送るのは俺の役目だから。啊，加二十！哦，珍しいものがあったぜ。可以拉四脚，爽！哎，水中可以战斗，啊，终于不像前面那一代。我在水中战斗还蛮屌，还蛮强的，我不会淹，也不会淹死。今ので風呂入ったことにならないか？私はちゃんとした風呂に入りたいんだ。
来洗澡画面就是要看这个我不是要看男的、啊、哎呦混浴啊太屌了吧虽然对政府来说就是洗兵器而已我捧也在里面那送り人を始めたのってあれからだよなえうんまあね果然死了嘛不是死了就是当变成坏人なのかいや吹っ切れたとは言わないけど自然になった仲間たくさん送ったからさいろいろあるんだ送る側にも送られる側にもふん俺よりあいつの方だよわあ、好多疤啊！また無理してた。人家是防御的。仕方ねえさ。もうずっとだからな。謝り損なったんだよ、あいつ。だから。お。戦闘査定の話かボーナスポイントだったら今日は俺の独り占めだぜはあ？なわけねえだろ私の方が稼いだっつーのいやいやいや敵の中型こかしたのは俺だろポイント高いってよく言うぜあと数秒回復遅れてたらぶっ倒れてたくせに只有男生没有眼目いや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 あれわざとわかんないお前に花を持たせようっていうこの俺の優しい心遣いがはあ？なんだよそれさてっと今日はもう寝るかああ帰りの歩きでくったくただよごめんさあ行こうぜおうも果然有，我就知道不会有很好的事。空袭警报，对面打过来喽，对岸打过来喽。なんだってこんな朝っぱらから。ねみ。わからない。とにかく行ってみよう。集合場所へは鉄巨神の中を通らないよ。ノアだってそれくらい分かってるってなんだよ緊急招集ってキャッスルの直命だってよ敵の機動部隊がこのエリアに接近中なんだとマジかよ俺寝たのさっきなんだけど夜更かししてる方が悪いもん誰のせいで寝られなかったと思ってるお前に整備を頼んでおいたパワーアシスト設定値めちゃくちゃだったんだよもああ多分それ他の人のもリクは人気者だからいろんな人からオファーが殺到するもんそれで混じっちゃったもんま気になるなら自分で設定し直せばいいもんだから寝不足になってんだよ本日のミッションについて伝達するミッションの目標は現在制圧領域に接近中のこれだ。哎呦，直接传到脑袋里啊！観測資料からかなりの大きさのものと推測。移動速度からマルヒト時にはアルフェト渓谷へと到達するものと思われる。動腰動動。かなりの強さのエーテルエネルギーが放出されている。哎呦，对面的主将吗？任務は当該時刻までに渓谷へと赴き。
このエーテルゲンの調査および破壊だ。軍務長、質問があります。なんだ。破壊ということはアグヌス軍のものでありますか。それはわからん。未確認の情報だが、奴らもこれを狙っているらしい。ということは別の勢力のものと見た方がいいだろう。該当地域でのアグヌス軍との戦闘も予想される。詳細は作戦発動後人見に送る。各自気を引き締めて作戦を遂行するように。以上。地图的生态实在是更复杂，地形啊。カムカムラディッシュとムレシメジはこの辺で採集できるんだったな。ちゃっちゃと集めようぜ。就很用心呢，就是连每个任务都有剧情对话，而且是语音呢。注意を怠らずに戦おう。なんかすげえの出してきたな。ノヤ一脸不安。どうした？俺たち尺道だよな。コロニーランクの話？昨日は大戦果だったからね。そろそろ黒金にランクアップするから、それじゃね？いや、だとしてもちょっと。点诡异。あれ。どう見ても白金クラスに配備されるやつだもん。白金？なんでそんなものがここに？直命なんだろ。戦力アップでいいじゃないか。感觉就是帮忙暴打一顿用的。出撃するぞ。 D ポイントまでくさびやだ陣形。各隊遅れるなよ。別のところに向かおう。切換主線。地形データに目印つけてくれるな。这个又是一个很好的跟动。作战，地牢加上特定按键。Air Slash。そろそろがっつり食わないとまずいぜ。だよな。この前の相手は土くれだったせいで日時計大してたまらなかったからな。五块。ランツ、ユニ。あ？今回のミッション、無理も無茶もなしだ。いやいやいや、俺の半分は無理と無茶でできてんだぜ。それなしってお前、戦力大幅ダウンだ。ランツ、ぜ、ランツ。主角发现怪怪的。冗談だよ。怖い顔すんなよ。そんなにか？ああ、何かざわざわするんだ。いい感覚じゃない。ノアの勘は当たるからな。言うこと聞いた方がいいもん。そうか。有没有吸仇恨的招啊？嗯。
他什么秘词？もう来月なんだな。ああ、あとちょっとだ。すげえな、ムンバは。コロニーナインの誇りだぜ。你是你也十年了。やっとここまで来れた。どうした？いや、実はさ、この作戦が終わったら最終課に転属願い出そうかって思ってんだ。在即刻？戦場じゃ何が起こるかわかんねえからさ。笑ってくれていいぜ。笑うわけねえだろ。お前がいてくれたから俺たちはこうして生きている。ああ、感謝しかないね。胸張って成人の儀迎えろよ。ランツ、ユニ、お前ら。ムンバ、涙腺緩めてる場合じゃないもん。油断してると明日ぽっくり行くかもしれないよ。好呀，立flag打人。お前な。言ってくれるじゃねえか。でもその通りだ。ノア、ごめんな。え、あ、いや、違うんだ。ムンバの成人のことを考えてたらさ、寂しくなっちゃったっていうか。ノア。ムンバ、最終だって立派な軍務だ。負い目に感じる必要なんてない。ありがとな、ノア。よっしゃ、とっとと作戦終わらせて来月は成人の儀だ。忧伤的主角。僕もいつかは成人の儀迎えたいな。还在想过去的人。迎えられるさ、みんなで一緒に。どうかな、僕みんなと違ってどんくさいし。そんなことないって。さっきの試合だって誰よりも活躍したじゃないか。でも負けちゃったろ。いいんだ、もう半分諦めてるから。ヨラン。けどせめて死ぬ時くらいはみんなの役に立ちたいかな。なしなし。ノア、そういうのなし。俺たちずっと一緒だろ、これまでもこれからも。ノア、大家都是力气达人呐、啊、我救到你啦。ノア、ノア。え、俺先行くからさ。マーサのチームで欠員が出たって通信入ったんだ。ああ、そうなんだ。缺人手。那你是不是？付き合ってくれ。你被回忆杀了。圧すごいもんな、軍務長。そういうこと。じゃな。本当にこの辺りか。何にもねえぞ。アグヌス軍だ。本当か。まだ距離はある。気づかれてはいない。やるか。戦闘許可は出ていない。それに俺たちの役割は目標の破壊だ。好、なんだ。虹の方向に敵軍を察知。本隊に知らせてくれ。先行したムンバたちが心配だ。俺たちはこのまま進む。了解だ、任しといてくれ。你们继续前进不就是送头吗？アグネスも狙ってるんだよな。ユニは何だと思う？さあ、何だっていいだろ。あたしらは命令に従ってればいいんだし。
作战开始。下去。あれか。ケベスのとも、アグヌスのとも違う。神庙阿哥啊！哎呀，机械战舰。变机器人了。好多只哦。哇哇哇。始まりやがった。俺たちはこのまま目標へ向かう。了解。目標の破壊を優先するためにアグヌス軍との戦いは避けたいな。でもよ、解敵すれば戦闘は避けられねえぞ。ぶっ倒してやれ。売られた剣こっちに来やがれ。助かった。ソードストライクだぜ。攻撃を集中させてくれ。分かった。アッパースラッシュ。判断は任せる。どうだ。倒す。崩す。ランス、気合が入ってるな。スラストエンジン。いける。この調子だ。クラッシュアウト。エアスラッシュ。エアシートバスター。シートバスター。こいつで起動だ。パワーサークル。アッパースラッシュ。ほら、ドゥンドゥン。哇，一大堆！连攻！一打三。无邪，看好帅！哎，震动，你怎么这么屌？还拿两把剑？哇，你更屌，主角。命の日時計増えたけど。增加一点点。好多。なんだこいつら。人が乗ってないもん。オートマトンってか。一打二。そう。ザコ相手じゃあくびが出ちまうぜ。さてこの辺りに古拉、古拉、同一古拉吗？あれか。
这是谁啊？畜生！ケベスとアグネス両方が相手とはな。当然か。貴重なウロボロスストーン。响尾蛇之死。だからだって必死にもならない。はまだ生きている。それでお前だけでもウロボロスストーンをスティーに。うわ。死啦！那个人看起来不像是坏人呢、欸。坏人不会这么弱啊。也不会关心，对不对？ゲルニカ、すまない。俺がもっと慎重に策敵していれば。You、You、这是什么东西？以太源头。オートマトンと同じ。見たことない兵器だね。俺たちは一体何と戦っているんだ？いや、俺たちだけじゃない。アグヌス軍も。ここまで来たか。いっそここで。爆炸。我是送给他们的。男。アグヌスの兵士じゃない。何者だ。オートマトンを操っていたのはあいつ。那啥？那什么东西？哎呦，帅哦！哎。出来了！ケベス兵、三人いる。どうやら残っているのは僕たちだけのようだな。そしてあれが標的。ノア。ああ、戦うしかない。哎呦，要打哦！ミオ。米欧米央三打三，没有到背面。靠后，尤尼已经挂了。你把你用过来。看起来不像是会必败的、啊、可是我。死得好容易哦、喔、去居然打死一个欸，打Mio
先砍死再讲。夜空。背后斩难倒一刀音乐还真是刚好结束。哎呦，面具到了！こんな若い奴らが命削り合った。俺はその命すら奪い取った。うわ。巨锤，这个小鸟很靠谱。小鸟攻击。粘着室やろ。こいつら手強い。尺に触るけど同感だね。一般兵じゃねえな。あの格好特務じゃないか。道理で送り人が混じってるわけだ。そりゃあこっちも一緒だがな。哎呦，画面非常混乱。なんて反応速度なんだ。攻撃が当たらない。哎，砍到了。哎，声音。跟剑的共鸣。太强了吧！三，私を見ていない。一、二、三、四、一、二。主角也太猛了吧！哇，砍到了！当てられた！
哎呀，胜负已分。音が、戦いが止んでいる。いつの間に。このままじゃ、いずれどちらかがやられる。いや、あるいは両方が。ここは何かがおかしい。戦ってる場合じゃない。逃げなきゃ。逃げる。今、俺はそう言ったのか。なぜだ。主角有什么感应呢？ただの勘。大家一起跑。これは本物だ。你也会预知未来，是不是？伝えられるか。アグヌスの送り人だな。何？送り人なのに。なぜ戦う？私たちに剣を振る。お前が言うことか！今頃落ち着いたって遅い！落ち着いちゃいない。わかるはずだ。この戦場に流れる音が。倒す相手がいるから戦う。見逃しはしない。ダメだ。この状況じゃ。それがアグヌスの答えか。どうあってもだからお前が言うことかと言った。やはり倒すしかないのか。だけどあの身のこなし、少しでも気がそれたらやられる。ケベスの送り人、お飾りって聞いてたけど全然違う。それにあの剣、何かおかしい。お、俺を。お、你怎么也知道那把剣？なるほどな。こんなとこに落ちたのもそのためか。これが運命ってんならいいぜ。このゲルニカバンダム。果然是ファンダム。こっちや。ボン。なに？お前らなぜ戦う？戦い合う？こいつ何を？答えろ。なぜだ？なぜも何も。敵が目の前にいる。邪魔を。目曇らせてんじゃねえよ。お前らの目的はあれだろう。俺だろう。なのに敵だからだ。その敵ってな、一体誰が決めた。失うことも奪われることもその結果に過ぎない。俺たちは生きるために戦うしかないんだ。为了生存。決めた奴がいるってんなら教えてくれよ。そいつのことを、そいつの居場所を。知っていると言ったら。大哥、大哥又知道了。送り人。隠してみてもいいかもな。いいかよく聞け。お前らの本当の敵は。ほん。よし。天哪。啊，大魔王。啊，蒙吧。你被别人利奇害死啊。哎，我看这个剧情怪，这个人的颜色好像那个哦，好像他们那个军官里的那个红色那一只军官。なんだあいつは。
この辺りにあんな生物いる？ユーニ、ユーニ、どうした？あいつ、見たことあるのか？あるわけねえだろ。ノアは同じだ。あれは生物なんかじゃない、別の何かだ。おいおい、そこで終わらせんじゃねえよ。とっとと続けろよ、殺し合い。それがお前たちの存在意義だろ。しゃべった。メビウス。なんだこいつらが気になって戦えねえってか。ああ、完蛋了。丢出去。挂了。ルパー！てめえ！いいな、最高だ。二つの軍勢が一つの石ころのために殺し合うってのはな。さあ、目的のものは目の前だ。手にしてみろよ。手にするちょっと前にこの俺が殺してやる。最高だろ。最高にうまいぜ。その瞬間の命は。この野郎！ランツ、ユニ！よくもハッタを！ミオちゃん！クソ！不是阿凡达美。哇！啊，机器人被挡住。走断やろう。なんて力だ。けどな、ここで止まれるかよ。ビファンタム。哇，这次真的要死了。やめろ。やめろ。よし。ペーシングゼア。生きてるじゃん。わあ。そんなに死にたいか。怎么可能打得赢啊？六个人打一个，倒。他锁血，暴走了。哇哦哦！じゃ
魔だ。足を引っ張るなら消えろ。偉そうに。班长，你命好硬。ここで動かなきゃ。哎呦！あいつらは开了。世界は。你太难远。そう来なくちゃな。ここまで来た甲斐がねえってもんだ。とりあえず一匹目だ。哎呀。灵魂出窍，绕一圈了、欸。看到别人的记忆。超帅的，黄河，变身了。只有你们两个，哎呦，这一只很潮哎、欸！我靠！音乐，什么啊？全体破防！这只怎么没有血量？
去去去砍。死了。这啥爆弹？哇、啊、这一只跟这一只长得好像。这些人是谁？これで世界はお前らの敵だ。その命の行く先楽しみに見ているぜ。あいつ何者だったんだ。ん？今のお前たちなのか。ミオ、どういうことだ。説明してくれ。どうってそこまでだ。お前ら武器を収めろ。もう敵同士じゃない。敵じゃない。ファンダーメすまねえ。シワシワだな。老化だよ、これは。老化。まあ、他们初めてだろうな。俺のような人間を見るのは。どうやら成功したみてえだな。成功？お前らはウロボロスになった。瞳の命の日時計変わったんじゃねえか。そういえば日時計の形が変わってる。ん？そいつはウロボロスの輪だ。よかった、お前らに託せて。その刻印10期後半、成人まであと3ヶ月ってとこか。他の連中はまだ2年近くはありそうだな。ああ、俺は60年生きている。お前らの基準で言えば60期。俺はお前らの6倍生きてきた。これが人本来の姿だ。それでもまだ終わりじゃない。こうしてやられさえしなければな。ほら、要死。しかダメ。お前ら生きたいか。もっと行きたいか。お前ら同士が戦う必要はもうない。だが命の長さは別だ。この先お前らをメビウスたちは決して見過ごさない。お前らはもう運命共同体だ。
常にその命を狙われることになるだろう。それでも生き延びたいと願うのなら、目指せ体験の突き立つ大地。大剑耸立大地。我が希望、シティを、お前らの本当の敵を倒すために、そして取り戻せ世界の秩序と命を。いいな、その命たった10年で終わらせるな。命を紡げるのはウロボロスとなったお前たちだけだ。哇，那他们也是直接被吸走。但他们已经变这系列的特色了，是。那あいつ。啊，アグネスの送り人だ。你也吹一下吧。偷看合奏，他们现在这样吹不会被敌人知道在哪里吗？あとちょっとだったのに。ありがとう。一緒に送ってくれて。いや、これが俺たちのすべきこと。去っていく人の声を届けるのが送り人の役目だから。去っていく人の声を届けるのが送り人の役目。跟他讲的一样。帰るぜ、ノア、ユニ、ランツ。作戦は終了だ。生き残った俺たちには状況報告の義務がある。僕たちもだ。帰還するぞ。ミオ、セナ。え、だって。だってと？その聞き方好きじゃない。このままこうしていても仕方ないだろう。回収就完蛋了吧。多くの仲間を失った。コロニーに残る仲間たちへ伝えなきゃならない。俺たちだってな。てめえらがシャシャリ出てきたせいで。ほう。なら改めてここで決着をつけるか。弔い合戦なら望むところだぜ。ランツ。ああ、そこまでだ。なんで？意味がない。本気か？さっきあの体になった時、彼女の思い、記憶なのかな、それがたくさん俺の中に流れ込んできた。一つ一つは断片的で詳しくはわからない。わからないけど伝わってきたんだ。彼女がケベスとの戦いの中でいろんなものを失ってきたことが、とても大きな悲しみが。あの体って、あれか、でっかい。あ私も同じ。
君の悲しみ伝わってきた。だからって、その中の一つはミオ、私たちがしたことかもしれない。戦いってそういうものでしょ。没错。で、結局どうするも。せっかく夜が明けたのに、このままだとまた暗くなっちゃうも。そうですも、時間の無駄ですも。わかった、戻ろう。いろいろあったけど、それが筋だ。ランツの選択は間違っちゃいない。ごめん、混乱させて。いや、いいけどよ。ミオ、僕らもそれでいいな。うん。というわけだ、君たちの帰還の無事を祈ってるよ。お前らもな、せいぜい途中でのたれちなんよ。気をつけな。次会った時は再び敵同士だ。それを忘れるな。はっ、物覚えは悪かねえんでな。敵だ、敵が来る。敵人、我々の敵が已经被认定为敌人了。太夸张了吧。好啦，今天就玩到这边啦。那整体来讲的话，我觉得这一款真的是很不错啊。它修正了很多前几代的缺点，应该说小地方。第一个是指引路标已经有一些明显的地点可以看到，然后再来是就是剧情通那个什么小剧情任务，也有那种走路的时候会对话之类的，就是你可以知道他们主要现在是要干什么。那再来是他把一些什么取消攻击拿掉，我觉得还不错。这个游戏主要就是变成策略跟站位占比较重要的一点。对，那剧情当然不用讲了，剧情一直是异度系列的特色。那我觉得看过刚刚那些过场，我觉得也不用再怎么讲了。这一款就是基本算是 Switch 最佳游戏之一啦，最佳 RPG 之一，就我觉得这是一定要玩的。而且它要修战斗系统，我觉得目前来讲还蛮简单明了的，就看后面有没有更多系统。它那些什么击倒那些也有从前代演那个什么带过来的。觉得喜欢的人务必去买这一款了。好了，喜欢影片的欢迎订阅、赞、开启小铃铛。各位大家拜拜。